どうもこんにちは。今回は僕のもう一つの趣味である釣りをやっていきたいと思います。再生数はあまり期待できないんですけど、まあこういうこともやってるよっていうので見ていただけると嬉しいです。今回は明石海峡へジギングでブリを狙いに行ってきます。一度行ってみたいなって憧れていた地なんですけど、淡路島で遊漁船をされている船長さんからお誘いをいただいて行けることになりました。広島や山口にいる頃はしょっちゅう釣りに行ってたんですけど、岐阜だと海が遠いのでなかなか行けません。なのでめちゃめちゃ楽しみで準備しています。息子も釣りが大好きでよく一緒に船に乗るんですが、今回は平日長考なので残念ながら僕一人で行ってきます。でそんな釣り好きの息子がスマホでやっているゲームなんですが、フィッシングクラッシュというリアルな釣りシュミレーションゲームです。世界の有名な釣り場を訪れ、釣り竿とルアーを使って数百種類の様々な魚を相手にいつでもどこでも釣りを楽しむことができます。アマゾン川や地中海など有名な場所で様々な珍しい魚を釣り上げて楽しめるゲームです。海だけではなくて池や川、渓流など様々な場所で釣りができます。そしていろいろな魚を釣り上げることで経験値を貯めていき、レベルアップすることでタックルも強化することができます。タックルやルアーを強化することでさらに大きな魚とも戦うことができるようになります。釣りをするロケーションも海、川、池、湖、渓流など様々あるんですが、ゴムボートに乗ったり船に乗ったり、そういういろいろなシチュエーションもあります。あとカヤックなんかもありましたね。息子もハマって親子で一緒に楽しんでいます。そして操作方法はすごくシンプルで簡単なので、子供でも大人と同じように楽しむことができます。基本的には無料で楽しめるゲームなんですが、課金要素も少しだけあります。今回特別にギフトコードを発行してもらったので、概要欄にあるギフトコード入力で20ドル相当の課金アイテムがもらえるチャンスです。興味のある方はぜひチェックしてみてください。釣り具の準備もできて車中泊の準備もできました。久しぶりの車中泊です。というかこのホビオでは多分初めての車中泊ですね。これはトラック用の細い布団を積み込んで、網戸は即席でアルミテープで貼って淡路島へ向かっていきます。そして休みは1日しかないので、仕事が終わったら夜の間に淡路島へ向かって車中泊して翌朝から釣りをするっていう感じです。大阪までやってきました。最近は広島帰るのも新幹線が多いので、久しぶりに中国道入ります。新名神ができてこの道はもう本当に何年、10年近く通らなくなったので非常に懐かしいです。これを過ぎて西宮那城の松屋で牛丼を食べるっていうのが定番でした。そして約3時間ぐらいかけて淡路島へ到着です。明石大橋です。明日はこの下でジギングをやります。港のすぐそばへ着いたのでここで車中泊をします。僕が車中泊をするきっかけになったのは、まあ、釣りですね。ハイエースもこんな感じで夜のうちに釣り場へ到着して朝まで寝る、そういう使い方でした。で以前のバモスも同じような使い方ですね。カヤックをトレーラーで引っ張ってって朝まで寝て釣りをするっていう使い方をしていました。このホビオでは初めての車中泊なんですけど、やっと釣り車として活躍した気がします。晩ご飯とかは家で食べてきたので、もう本当にただただ寝るだけです。朝までぐっすり寝れたので港へ行って釣りの準備をしていきます。ちなみにこれ撮影日が9月の半ば頃なんですけど、車中泊ギリギリでしたね。網戸にして扇風機回して汗をかかずに寝れるっていう、まあギリギリでした。こちらが今回お世話になる淡路島入ってすぐの港から出船の海人丸さんです。観光地ということもあり、初心者の方もよく乗船されるみたいで、この方たちも近くのホテルに宿泊していて、マジの手ぶらで来ていました。僕も長いこと釣りやってますが、マジの手ぶらで釣りに来る人は初めて見ました。ちょっと衝撃を受けました。さあそれではここから先は思いっきり釣り動画です。ワクワクの出船です。ちなみに前情報として船長からは日程の再調整を打診されるぐらい、ちょっと数日前は釣果が悪かったみたいです。まあ、自然相手の遊びなのでいい日もあれば悪い日もあるということで、日程調整なしでお願いいたしました。
そして出港から30分ほどで明石海峡下のポイントに到着です。明石海峡下から見るとめちゃめちゃ迫力ありますね。最近ガレージの補強とかでトラス構造を勉強するのに YouTube でいろいろ見てたら、この明石海峡を作るっていう昭和のなんかプロジェクト X みたいな YouTube の動画が出てきて、それを見たばっかりだったので橋を見るだけでも楽しかったです。34m 今から移ってきますよ。おお、これはちょっといいかも。スレじゃなければ。ちょっといいか。はい、ありがとうございます。あ、危ない。まだハイシーズンに入ってはいないんですが、この日はすごく調子が良くて、僕も同船者もこの時点で数本釣り上げています。抜いていいですか？抜きます。抜いていいですか？はい、ありがとうございます。魚も餌をたくさん食べて丸々太ったいい魚が釣れたので非常に楽しかったです。で、これがこの日最大の魚が釣れたシーンです。
計測の結果78センチ、 4.5キロとあと2センチブリには足りなかったんですけど、いい魚が釣れました。そして夕方までお願いしていたんですが、すでに腕がパンパンなので昼過ぎで早上がりをお願いしました。これがこの日の僕一人の釣果です。もう釣れすぎて何本釣ってたか把握してなかったんですけど、午後は1時間半で8本も釣ってたみたいです。そりゃ腕パンパンなりますね。今回お世話になった海人丸さん、非常に楽しい一日をありがとうございました。この動画が出る頃にはハイシーズンに入ってると思います。本日の食材は明石のブリです。というわけでこいつをさばいていく。うめえ。せーの、でん、赤色のやつ。うめえ。魚をさばくシーンも一応撮影していたんですが、本家とは比べ物にならないほどぐちゃぐちゃだったのでオールカットとなりました。そして今回お世話になった海人丸さんのインスタと YouTube の URL は概要欄に記載しておきます。常に中乗りさんがいて初心者でも楽しめる船だと思うので、気になる方ぜひチェックしてみてください。フィッシングクラッシュの詳細やギフトコードも概要欄に載せておくので、興味ある方ぜひチェックしてみてください。というわけで今回以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。